今、エネルギーや IoT、自動車業界など産業構造が大きく変化しています。この変化にどう対応するのか、企業にとって喫緊の課題となっています。1949年創業、70年以上の歴史を持つ富士ダイス株式会社は、2021年4月に社長に就任した久保井恒之社長の新体制のもと、さらなる新分野の拡大に挑んでいる。当社は超硬合金を用いた工具金型の製造販売を行っております。私たちの企業理念は、事業を通じて広く社会に貢献し幸せな人を育てることです。この創業者の普遍的な考えのもと、ものづくりで産業界を支えていきます。富士ダイスという社名は、電線やパイプなどを引き抜くダイスという工具が語源。今ではフジロイというブランド名で、超硬合金のさまざまな耐摩耗工具や金型へ展開している。超硬合金はダイヤモンドに次ぐ硬さで、精度や強度、耐久性が求められる分野では欠かせない素材だ。富士ダイスは粉末原料から超硬合金を製造、そして加工まで一貫体制で行い、高い品質を実現。超硬耐摩耗工具では国内シェアおよそ3割とトップシェアを誇る。耐摩耗工具や金型は飲料缶や自動車、家電、スマートフォン、半導体、医療機器など身近な分野でも使われている。さまざまな業種業界に採用され、特定の業界動向に影響されない安定性も強みだ。会社の変換が進む中、幸せな人を育てるという理念はそのままに、事業を通じて広く社会に貢献することを目指している。それでは久保井社長にお話を伺っていきます。今世の中が大きく変化していますが、注力されている分野はありますか？当社の製品は非常に幅広いお客様にお使いいただいてまして、その中でも自動車部品のお客様が大変多くございます。現状はですね、脱炭素という世界的な要求でですね、自動車の産業界が大変貌を遂げようとしています。はい、今後需要が多く望める電池であったりモーターであったり、そういった部材を作る金型工具、これに対する取り組みを進めております。では自動車業界以外に力を入れていこうと考えられている分野はありますでしょうか？はい、昨年から私どもはマーケティング部門を作りまして、新たな分野への取り組みを始めてまいりました。医療分野に関わるような製品の金型、これを粉末焼き技術、それと超精密加工技術によってですね、で取り組んでいるところでございます。海外にも力を入れていらっしゃいますよね。国内の市場はですね、将来的にはやはりこのシュリンクしていく方向にあると考えております。一方海外はですね、やはりまだまだ市場はこれから拡大していくというふうに見込んで、進出してまいりました。2017年に東証2部から一部上場になり、この4月からは新たにスタートするプライム市場での上場が決まっています。今後に向けた意気込み、そして抱負について聞かせていただけますか？私どもを目指すところは持続的な成長というところにあります。プライム市場の選択はまさにその方向性と合致しておりました。この市場選択を機会に、中期経営計画の重要施策をさらに加速させていきたいと思っております。この選択によって社員のモチベーションの向上、企業価値の向上に努めてまいりたいと思っております。幸せな人を育てるという企業理念を大切にしながらも、産業の変化を革新につなげていくという企業姿勢が印象的でした。次世代に向けた今後の展開が楽しみです。